はい、さあ始まりました萌えドラチャンネルということで、守備とバッティングは同じ動きだったら一番楽なの、うん、守備練習してもバッティング練習になっちゃうし、バッティング練習しても守備練習になっちゃうみたいな。でも広角に打てるっていうのは、うん、その粘りがあって、ね、っていうところで反対にも大きいのが打てるのかなとは思うし、いや行きたいなバッティング練習俺今行けそうな気がしてた。下半身疲れてきたかなっていうと、ノックでちょっとだけいつもより意識して低くしようかって言って、うん、あれ今ファースト守ったりとかさ、うん、岡本はしてるけど、まあほぼサードだよね。サードの方が、うん、やっぱまだまだサードでいいのかなと思う、うん、ちょっと早いよねファースト行くのはね、うん、最初ねファーストで行ったんだけど、うんうん、あのマギーがサードにいたん でマギーファーストやらしたらあの結構肩が伸びないの、うんうんうんね、やっぱ大事じゃん、まあね、だから、まあ岡本もちょっとあんまりね、最初守備に負担というよりか打つ方でっていうところでは、うん、じゃあファーストでいいのかなっていうところでやったけど、結構ねショートバンドでハンドリングうまい、ね、うまい、ね、本当うまい、うん、ああいったところはね結構守備でも貢献してるなっていうね、うん、送球もいいしね。そう送球がいいからね、やっぱサードやってほしいよね、うん、ずっと行けるところまで、ね、うんうんうん、だけど問題はあれだよね、坂本選手がさそのうちってなった時に、うん、サードになっちゃうのかなとか、そしたらファーストになって、なんかもうだってさ逆に坂本がファーストでいいのかなとか、それでいいと思うよね、サードと、多分普通はさ俺の予想だけど想像なので、ショートからサードってすごいやっぱり楽なイメージはあるけど、うん、と言いながらもなんだかんだ言って若い時はいいと思うけど、ベテランになったらショートからサード行ってもまあまあきついんじゃないの、実際打球の速さとかもあるし、うんね、でもね俺ファーストやったことあるけど、うん、まあまあめんどくさい、ファースト面倒くさいよね。面倒くさい。絶対面倒くさい。カーンって打って、ブワーって走ってって、うん、こう見ないといけないでしょ。投げる。わーっつってこう慌てるのよ。うんうんうん、でもあーっつった時にベースの確認してる体重にもう投げてきた時にあーとか思うの。そうそう。なんか伸びた時にベース踏んでないとか。あのね、ピッチャーしてていつもそれを思うね、なんか。だってよくタイロンが踏み忘れとったもんね。そうタイロンにあるんだみたいな。タイロンとかさ、あのブランコ、うん、ブランコなんかさ、こうやって走ってってさ、取って投げようとした時にさ、あいつファーストベースの上でベースでさ、うん、滑って転んじゃったからね。だからやっぱタイロン、まあそうだね、ブランコとタイロンなんか雰囲気似とるもんね。いや、だからタイロンなんかは途中ぐらいからそれが多かったから、何を思ったか、それまでセカンド荒木やんね、守備範囲が広いってことでさ、どう見ても君の打球だよっていうのをすぐファーストベースにから誰も追いつかない状態で、またあのこのゆっくりライトゴロに行くんだわ、その打球の球を追ってて、いつも目が俺がファーストを睨んでるっていうね、何やってんだよタイロン球だろうって言ってさ、まだそういう、やっぱファーストって難しいのかな。難しい諦めも必要だもんね、すぐ帰ってこなきゃいけない、うん、ベースの方に。でもうね、動き分かんないと、うん、センター前かなんかに抜けるか抜けないかっつったら、とりあえずさランナー二塁でね、うん、こうファースト行くでしょ、うん、そうだ、あ抜けたと思ったらさ、うん、あ欲しかったとか思っちゃうのそしたらさ、センター取ってバックホーム投げてんじゃん、あやべカット行くの忘れたっていうのは俺やっててね、3回か4回ぐらいあったから、やっぱなるんだね。あ巨人の時ファーストもあったよね。そういうであれでバーって行ってあー行くの忘れたとって行こうとしたら、もうボールが通り過ぎていくの、それを見た福留さんがあの一目散でセカンド行ってセーフになってるっていうね。そういうとこね、コスケもそういうとこ ね、そういうとこやるんだよあれ、ね、もうああいう見逃さないところもすごいよね。だからライトゴロも常にアウトにさ、ピッチャーが打席入るとさ、ライトゴロでアウトしたろうとかさ、こいつならいけるとか狙うのが絶対コスケ。なんせね、でもね、あのタイロンどうでもいい話なんだけど、どうしてもちょっと言いたいんだけど、あの荒木がさ、当時さ、タイロンがファーストでさ、うん、こう試合始まる前やで、俺も緊張しとるんだわ、今からプレイボール始まる時、マウンド行こうとする前の時に、うん、ケンさん今日ファーストの相手チームが送りバントした時、僕が全部取りに行くので、ファーストにすぐカバー行ってくださいとか言う、何言うと、どういうことやったら、タイロンにもう来なくていいって言ったんでつって、あの バントゾーンの時はつって、僕は行きますからお願いしますって言って、お前こんなのキャンプ中練習してないことを今やるんかと思ったら、本当にバントしてタイロンずっとファーストでボケーと立って、その辺で俺と荒木がその辺を処理して取るんだわ。これやった時に
俺体温なんかまずねみたいな感じのことをしてるなと思ってでもこれぐらい体温動かんかったよね、うん、だけど荒、うん、木もさそういう検査の時ってさめちゃくちゃ前にいるの全身守備ぐらいのところにさふわっ出してくる。これ冗談かなと思ったけどパッてこれもう荒木ほんと走ってきてるからあの技は多分他の球団いないよね、うん、なんもなんでも。今度俺もそれを普通ピッチャーってさファーストに行くとってこうライン線に寄っていくんだけど一目散にこうファーストベースに走っていくからこう来たのにそれをまたいでこうやっていくっていうのもおかしいやろって言ってまあだからそういう意味ではね岡本選手もね決してね態度みたいになってほしくないなっていうところでね性格はどうなの。いいよ。例えばさいいよっていいよっていうか雰囲気がさ針でつっついても痛いのかって言ってもいいの、まあ、別にちょっと痛いぐらいですって言いそうなぐらい痛いっていう感じの雰囲気でなさそうな、なんかほんわかしててほんわかしてるようなでね結構ね口ではね、うん、緊張してますとか言うけど全然してないよ、うん、いやほら緊張してそうな顔はしてないよね。もうねチャンスで回ってきてウェーって思いますよとか言うんだけど、うんうんうん、全然思ってない。やっぱ強いんだ、はい、強い強いんだやっぱり逆に好きなんじゃない。そういう、そう好きだ、そういう場面が実際はね、実際好きだけど楽しんでんだけど、うん、なんかそれ言っちゃったらちょっとまだ調子乗ってるとか思われるっていうふうには思ってると思うんで、うん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 、だからあえていやもうチャンスでは嫌です、怖いですとか緊張してますとかなんか言うけど全然余裕だから。ちょっとそういう話聞くとやっぱ末恐ろしいじゃないけどやっぱちょっと今後またこれ来るなっていう感じだね。さらに三冠王いけるぐらい。そう、ね、いやそう今二冠でしょ、うん、だから怖いよね三冠。だから三冠のあり得る、うん、だってまだ今右バッターで三冠王ってセ・リーグで言うと今まだ23とか4でしょ。いない、うん、そんな感じ24ぐらい、うん、ねえ多分そう、ね、まだまだそんなもんでしょ。三冠落合さん以来。いや落合さん、ね、落合さんだってセ・リーグではバース以来。でもセリーグで三冠を取ってた、まあ、落合さんだとしてもでバース左やん、ね、あそうか右でブーマ落合さんブーマ三冠を取ったっけ。あれブーマ三冠を取ったよ。すごいよねブーマもね、よく考えたらね。だからそんだけもうでも可能性あるのね、うん、あるあるある。だって、まあ、敵になりそうなのが同じチームの隼人でしょう。そうね三冠王でホームラン打点でしょ、うん、打率鈴木誠也。あ鈴木誠也もあるね、うん、やっぱ打点に関してはその前、うん、ね梶谷も入っちゃったし。そうだな梶谷坂本丸みたいなのできたら溜まってくるもんねランナーもね。やっぱ打点を取るにはまあ去年取ったけど自分だけのあれじゃないもんね。やっぱ丸みたいなのがね前にいたらね出塁率高いからね。そう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 。まあでもなんだかんだ言ってねこれって岡本巨人の岡本と石川貴也、うん、やっぱり俺はだからそこをかけてほしいよね。かけてほしい。だから俺これちょっと気になったんだけど、うん、だからもうね、うん、石川くんあたりはさもう1年終わってさ、うん、2年目に入るわけだからさ、うん、やっぱその体の使い方とかさ、うん、動かし方そうだ、ね、バッティングの使い方っていうのはさある程度知った上でさ、うん、やっていったら、うん、どん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 向上していくのかな。だったらどこをどう鍛えていったりとかったらっていう、ね、どこをトレーニングしたらとかそういうことやね。よりいいんじゃないかってやっていった方が、うん伸びるのはもっと早いのかな。ただがむしゃらに打って、ね、がむしゃらに受けてっていうのはそうそうそう同じノック受けるのでもそこを知った上とか同じ打つのでもそこを知った上でやった方が効率とか伸び率は非常に高いのかなと思う。バッティングはねんだからといって打つことのことをすごい神経質になって考えすぎると余計こう深みにはまるじゃないけど、うん、どんどんこうスランプがひどくなっていくっていう可能性があるより、ね、さっき言った岡本選手みたいにそういう時こそこの下半身の柔軟性を低く低くっていう方がバッティングにさらにこう勢いつけれそうなっていうかさ悩みも少なくてっていうね。だって例えばファッてちょっと抜かれたボールがさ、うんうん、パンって拾えるのとさ、うんそうだね、ペロンってなるのでさ、うん、2割5分か3割になる可能性っていうのがすごいある世界じゃん、うんうん、でピッチャーもそうでしょ、うん、1個の球種を覚えるだけでさ幅がこんな広がったりとかさ。いやいや本当そうだよ、ね、ピッチャーってさ全然ダメなやつの投げた時あかんっていうのあるんだわ、うん、それがもう投げた瞬間から無駄球になるよりそれも利用できる球を覚えるとすごくこうピッチングが広がるんだけど、うん、だからそれと一緒やと思うんだよなんか。でほんのね、あんなボール来てさ140キロでさ、うん、0.4 秒ぐらいでしょ。130キロでもさ 0.45 とかさ、うんうん、そんな世界でしょ。だけどバッターからしてみたらさうわ曲がったとかさ我慢したのとかさうーんってこんぐらい我慢してる感覚なのに、うん、
秒数で言ったらもうさストップウォッチをペペッとこうやってやるけどさ、そうそうそう、あれより全然短いわけだからさ、うんうん、本当にちょっと我慢できただけでも、だからやっぱりさ今岡本選手なんかさ、なんかこんなちょっとあのすかされたような感じで、うん、あバットの泳いだなっていうのもそういうスタンド入っていくもんね、やっぱり粘りがあるからさ、うん、あれがほどけたりとかそうだ、ね、した時っていうところはさ、ね、やっぱりそういうところで守備とかさ、うん、で鍛えていけば石川選手も、うん、そのレベルっていうか、うん、ポテンシャルも非常に高い選手だから、ね、ちょっとそこ期待してね、うん、だから そういうところでねやっぱちょっと岡本選手も聞きたかったっていうね、うん、まあ三冠王も取ってほしいっていう、うん、そうだね、気持ちもあるけど、ドラゴンズサイドとしたら、そうドラゴンズサイドしてからしたら、まあ阻止じゃないけど、ね、今は特にコーチ時代にねそういう可愛かったっていうのもあるからあれだけど、俺は逆に石川君がそれをこう吸収してほしいっていうのが、二冠取ったってことは、ね、次狙うの三冠になってくるから、まあ、コースケのようにそう、ねね、ホームランの部門なのか打点の部分なのか打率の部門かをまたドラゴンズゲーが阻止するとでもこの話をコウスケがちょっとコウスケってこのすっごいチェックコウスケチェックすごいのよなんでそんなこと知ってんのっていうぐらいコウスケごっついチェックすごい、うん、あのまだ情報がな人に情報が行き渡ってない情報を検査してますとかいう話大好きなんよどっから入れたんっていうだからこの話も絶対見てるからでこれで言うときにふざけんなよ何がレギュラーだよとかそんなんじゃなくて俺だって三冠王狙ってんだよと思っとるかもしれないけどね、何言っちゃって失礼しました、レギュラーじゃないでしょっつってそうだね、うん、で何が最後ドラゴンズやねんと違うまだひょっとしたらメジャー行っちゃうよとかって思ってかもしんない思ってるでしょ分かんないよひょっとしたらこれでもう最後はドラゴンズでとかって我々が言ったりしたら多分すごい怒るんじゃない怒るまだまだ俺ね50も6もしかしたら60まで考えてるかもしれないしいや本当にそれぐらい の,、はい、あの気持ちあるから、うん、彼はとにかくコウスケはもう裏情報をすごく知ってる関係ない話分かる分かる分かるごっつい知っとるよ、うん、